Python。 ある女性は体長2メートルを超える蛇のパイソンと一緒に暮らしていました。女性は毎晩パイソンに体をくるんでもらって眠るようになり、蛇との間に不思議な絆を感じていました。ある日、そのパイソンが何も食べなくなってしまいました。女性は数週間ほど様々なことを試みましたが、症状は変わらず、動物病院へとパイソンを連れて行きました。獣医は彼女から症状を聞いた後、夜蛇と一緒に寝たり、あるいは蛇があなたのすぐ近くに体を伸ばしてすり寄ってきたりはしませんでしたか?と尋ねました。女性は、はい、毎晩一緒に寝ていました。だけど、何もしてやれることがなくて、途方に暮れていました。と答えました。それに対し、獣医は衝撃の事実を彼女に告げました。この蛇は病気ではなく、あなたを食べるための準備をしていたのですよ。毎晩あなたの体の大きさを測って、食べた後はどれぐらい胃が膨れるのかを確認していたんです。そして、あなたを消化するために胃を空っぽにしていたんです。パイソン。八つ伏さ。この犬は普通の犬じゃありません。それでもいいんですか?それが私が後に八つ伏さと名付ける犬を引き取ると言った時の団体の担当者の言葉だった。詳しく話を聞いてみるとこういうことらしい。八つ伏さは一度ある非営利の動物愛護団体に引き取られた後、足をへし折られた。それが偶然であったか、故意であったかはさておき、病院にも連れて行かれずに、曲がってくっつくまで放置されたのは間違いないという。動物愛護団体が引き取ったはずの犬が、なぜそんなことに、と問うと、担当者は泣きそうな顔をして、好きだからやってるところばかりじゃないんですよね。と、前置きをして教えてくれた。それまでも話には聞いていたが、大衆の同情を引きそうな動物ばかりを引き取り、寄付金を狙う団体も少なくないらしく、彼を引き取った団体も、実態はそういうものだったらしい。だが、八つ伏さはその目的、集金のためには不適格だったらしく、的確にするためにそんな目に遭わされた。いつもは我々に抗議をしに来る立場の団体の人が、萎縮した姿だったのはこれが初めてだ。ちなみに、この時の私の職は、保健所の職員である。どれだけそれが重大なことと、相手が痛感していることか理解し、私は追求したりせず、話を先に進めた。どうしてその団体の人が来ないのか、なぜ別の団体が持ってきたのか、と聞くと、該当の団体がすでに解散していると教えられた。団体はなくなっても人は残るだろう、とまで問う気にはならなかった。近くの施設で処分していただこうとしていたのですが、この犬、ここに来たがってまして。どういうことかと問うと、講義用のリストの束ねたファイルを開いていると、決まってそのリストを凝視したのだという。施設に連れて行くことが決定した時も、ここ以外のところに連絡を取ろうとすると、盛んに吠え立てたという。静かにしているときは、決まってやけに電話の音が遠いとか、やたらとノイズがするのだそうだ。多分、あなたが目的だったんですね。気遣わしげにこちらを伺う担当者の前で、私は重苦しくうねりながら鼻から息を抜いた。
その時、改めて八つ房の顔を見ると、あることに気づいた。私は引き取られていく前、八つ房の世話係だった。懐かれていたし、憎からずを持っていた。しかし上司から、一匹引き取れば次から次、それで生活が崩壊した者もたくさんいる。と教えられていたため、自分で引き取ることはなかった。結果、ひどい場所に引き取られ苦しんだ八つ房は、私の行為を裏切りと考えるようになったのだろう。彼女に連れて来られて以降、全く私から反らされない視線には、憎悪が宿っているように感じられた。どちらにしても、とてもではないですけれど、うちでは他の引き取り先も見つけられないんです。かわいそうだけど処分するしかありません。だから引き取っていただけるなら、こんなに嬉しいことはないんですけど。そんなことを言う担当者に私は、彼女の抱く懸念ではなく、なぜ引き取り先も見つけられないのか問うた。彼女は、おずおずと封筒を差し出し、目をそらす。私は中に入っていた一枚の写真を見て、言葉を失った。八つ房は、カメラを向けられることを嫌がっているから、その顔は威嚇と怒りに歪んでいたが、そんなものは可愛らしい。どう見ても、犬やら猫やら、動物の顔としか思えない、模様をめいたものが、いくつも浮かんでいたのである。カメラを嫌がるだけだったらいいんですけど、撮るたびこんなでは、とても支援者の方には見せられないんです。そう言われている間中、私は八つ房を眺めた。相変わらず、八つ房は私を睨みつけてくる。ケージの中から向けられる、射抜くような視線。ケージから出されたら、首にでも食いつかれそうだった。しばらく無言でいたことを、担当者は引き取る気が失せたと思ったのか、封筒に入れられた金を出し、供養は手厚くお願いいたします。と、声を潜めた。餌代としてもらっておきますよ。これから物入りになりそうなので。そういうことならいいでしょう。そう言って私が懐にそれをしまうと、彼女は驚いて顔を上げた。睨み合いの間に、私は彼の名前をすでに用意していた。良くも悪くも、こんなに霊験あらたかな犬なんて、他にいないでしょう。な、八つ房。考えた名を呼んでみると、初めて音で意図を示された。といううなり声。返事をするということは、気に入らなかったわけじゃなかろうと。でも、危ないですよ。解散した団体にも、不可解なことがいくつも。心変わりを促そうとする担当者を、私は手で制し、これが一番なんです。私にとっては。そう言いながら、どうやって示したものか考え、思いつきでジャーキーを取り出し、試しにゲージについた穴に近づけてみた。指に噛みつかんばかりに勢いよくだが、食らいついてはくれた。ね、普通の犬じゃこうはいかない。警戒して食わないところです。私なら、うまくやっていけます。すでに八つ房との生活のプランは、頭の中にあった。そう自信を持って言うと、担当者は八つ房と私を見比べた後、しばし話をしてから去っていった。こうして私は八つ房の犬となった。彼は生きている間に数々の不幸を私に持ってきてくれた。保健所の中にやってくる犬たちの中で、女王を通わせた犬がいると感づいて吠え立てる。引き取れと命じるのだ。
基本的に私は八つ房の命令に忠実だった。だが家計のためにとやむなく見捨てた時は、医者にも原因不明だという高熱に一週間もやられたものだ。人間が動物に都合を押し付ける世の中で、八つ房だけが動物の都合を人間に押し付けられる立場だった。とはいえ、それではこちらが餓死するし、そうなると犬たちの面倒は到底見られない。さしもの八つ房も人間の言語まではわからず、ディスカッションは混迷を極めたが、かろうじて私の生存ラインの出費の範囲内で納得してもらえるようになった。だが、そんな生活は長くは続かなかった。彼はたかだか3年、私の元で生き、亡くなってしまった。八つ房の魂が、まだ肉のうちに囚われているうちに、なんとか八つ房との関係を修繕したかった。今、私は自宅に飼っている犬を人質として、かろうじて八つ房のたたりを免れているに過ぎない。八つ房のために建てた供養塔を撮影して、それは確信に変わった。引き取る前に見せられたものより、格段に犬の顔は増えている。八つ房。はい、どうも。動物にまつわる怖い話、その1をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ゾウと申します。実は僕、動物が結構怖くてですね。まあ、なんでかって言うたら、昔、おっきい犬に、まあ、脇腹引っかかれて、まあまあな血が出たから、なんですけど、小動物はまあ好きなんですよ。それこそ僕、チンチラとか結構好きやし、ちっちゃい動物は好きなんですけど、どうしても大きい動物になると下手し負けるじゃないですか。それが結構怖くて、よくなんかちっちゃい子がなんか散歩中のワンちゃんが近づいてきて泣いちゃって、ああ泣いちゃったみたいなことをするじゃないですか。当たり前やと思うんですよね。だって自分の3倍ぐらいの大きさの獣が近づいてきたら怖いじゃないですか。クマ来たら怖いでしょ。それはまあ泣くよなっていうふうに毎回思うんですよね。別に嫌いではないんですよ。全然動物園とかも好きですし、純粋に勝てないだろうなっていうのがあって、ゾロじゃないですけど、人を絶対に噛まないと約束できる獣なんかいないですもんね。まあでも寂しいからペットは確かに飼いたいなと思うんですけど、なんかね、マイクロブタっていうのがいるらしくて、コブタよりもっとちっちゃい25キロ、50キロぐらいまでしかならないようなちっちゃい豚がいまして、それか豆柴が飼いたいなと思ってるんですけど、なんかね、豚はね、結構あったかいし、まあまあ賢いんですよね。まあ動画とか写真とか見て、ああ、可愛いなっていうふうにも思うんですけど、映画のハンニバル見た後やと、ちょっとやめとこうかなっていうふうに思ったりもします。それでは、動物にまつわる怖い話その2でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が切りのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。